これは洋梨、今年初めて3つだけ3つしかないよ3つだけできた。ここはバラのマシフとか、バラを何本だ、全部で10本以上あってるのかな、固まって、これを春に咲くとものすごく綺麗になるはずですね。イチョウが植わってます。ここはイングリッシュローズ系のが 1,2,3,4,5,6 6本植わってるのかね。あ、今一番咲いてるのはモニカベルーチっていうこの 大ぶりのバラですね。こんな感じです。